13番です。植生と気候を見てまいりましょう。植生の分布には気候条件が密接に関係する。次の図は、ある地点の月平均気温と月降水量を示したものである。こちらですね。このような条件下で分布する代表的な植生の説明として最も適当なものを1から4のうちから1つ選びなさいと。雨温図を見てみましょう。降水量が冬に多くて夏に少ないですね。ここ少ないです。気温が、1月でしょうか。最寒月の平均気温が10度です。なので、温帯であって、かつ、夏に降水量が少ないですから、これは地中海性気候でしょう。地中海性気候は本当に問題としてよく出ますので、しっかり押さえておくようよろしくお願いいたします。地中海性気候に、よく見られるような植生を理解しておけば大丈夫です。はい。夏の乾燥に強い植物が育ちます。耐寒性が強い植物が多いんですよね。それらは何か有名ですよね。オリーブ、コルクガシ。ヨーロッパは、このような、コルク菓子なんかまさにそうなんですけれども、ワイン作って、そしてワインの蓋の部分にコルク菓子でキュッて止めるんですよね。木は本来水分の含有量が多いんですけれども、オリーブやコルク菓子は夏の少ない降雨に耐えれるように、乾燥に対して著しく強いんですよ。耐寒性の木なんです。なので、ワインの蓋にコルクが使われる。もともとガラス瓶の蓋として使えますから、ガラスガラスだと削れちゃったらね、中のワインにガラス片入ったら嫌でしょ。なので、削れないようにコルクを使う。かといって、普通の木だったら水分の含有量多すぎて、蓋が腐っちゃうんで、コルク菓子のような体感であり、かつ柔らかさのあるものを選んでるというふうに考えてください。正解は2番でございます。ちなみに他の植生もチェックしておきましょう。アカシア、バオバブなどからなるサバナ林が見られる。これサバナ気候なんで熱帯のお話です。熱帯だと当然もっと降水量も多いですし、気温も、ね、18度以下、18度以上に必ずなりますから、これは残念。シイカシなどからなる照葉樹林が見られるですね。照葉樹林と来ると一般的には温帯を当てはめるといいでしょう。で、温帯ではあって、これも温帯ではあるんですけれども、照葉樹林が見られるのは、ね、こう温帯の中でも CF 系の気候、ね、が多いのでそのあたりで気をつけておくと良い。でモミツガなどがならる針葉樹林ですね。針葉樹林というのは広葉樹林の対義語として当てはまっている。マツなんかに見られるような葉っぱがこう、ね、すごく細長いものが針葉樹林です。でモミツガなどがならる針葉樹林、温帯でも見られますけれども、まあ今せっかく区別するとね、はい、太陽が少なくて寒さに耐えれるように葉っぱが細いんですよね。亜寒帯が主ですわ。亜寒帯の地域なので4番も違うかなっていうところです。植生については、よくね、こう、一通りこうまとめてね、熱帯雨林から、こうね、砂漠でどんどんなくなっちゃって、で、こう、温帯の地中海性気候、を経て、こうね、最も、CF の地域が、こう、コンゴリンが多くて豊かな植生があり、そこから今度サンクなんか減っていくんですよね。で、亜寒帯で減っていって、針葉樹が増えて、もう、寒帯まで行っちゃうと、樹林はないです。ツンドラになっていく。あってもツンドラです。っていうようなところなのでね、植生理解しっかりしておくとね、点数にもつながりますんで、よろしくお願いいたします。はい。なので、この問題正解は2番でございました。以上です。